イガース対読売ジャイアンツの9回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは真由美。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね。今日は初球打ち、ライン際に打球が飛んでいる、わずかに左に切れました、ファールボール。変化球できました。ノーボールツーストライク。外へのカーブ外れました。高めのボール打ちました。センターに打球伸びる。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは注目のルーキー松永。前回のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のジャイアンツは2位と首位を追いかけています。ファウルになります。これが2球目。アウトローを見送ってボール。打った。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスのバース、今シーズン得点圏での打率は5割3分3厘となっています。いや素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手です。打ちました。大きな打球になった。センター下がる。抜ければ先制ですが、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット。1対0、タイガースなおもチャンスです。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。思い通りの展開となったゲーム、初回から動いていきます。さあそしてバッターボックスには石峰入っています。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。さあそして打席には八木入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうです。打った、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から徐々にリードを広げています。ここでリードを広げておきたいですね。まあ次は勝負強いバッターですから非常に期待が持てると思いますね。はい、その期待のかかる新庄、打席に入っています。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。低めの変化球見送りましたがストライクです。打ちました。高いバウンド取った。
一塁送球、これで10試合連続安打、ツーアウトランナー三塁一塁。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セカンドボールをこぼした、盗塁成功です。ワンヒットで2点取れるチャンスになりましたね。やはり足があるっていう。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、一塁送球します、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。タイムリー内野安打、3対0、タイガース3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。立ち上がりをきっちりと攻め込んでいます。さあ、そしてバッターボックスには和田入っています。さあ、チャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。インコース詰まりました、取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース先手を取りました。1回終わって3対0、タイガース先制です。先発の西が打席に入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。さあ、まず1球目、初球ストライク、打ちました、ショートが取る、アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。バッターボックスには2番松永、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回の裏、今画面に出ているのが先ほどの配球です。改めてお聞きします、バッターボックスのバース、どういったタイプのバッターでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。インコース詰まりました、ライン際へ打ち上げています。炭谷抑えてワンアウト、この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。初球ボール、打った、高く上がった、レフトバックする、バックする、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、これで8試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には八木入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いて、打ちました、ショート取った、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。さあ、そしてバッターボックスには新庄入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。バッターの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割、打ちました、ワンバウンドヒットになりました、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。打席には7番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったね。ランナースタート、キャッチャー送球して、盗塁成功。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。引っ張った、サードゴロです。サード取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。3回終わって4対0、タイガースのリード広がっています。4回の裏、
西さん、今日はエース対策がズバリハマったと言っていいんじゃないでしょうか。うん、今日はよくねチャンスも作ってますしね、よくそのチャンスを返してますよね。バッター陣は好調のようです。初球空振りです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスに入ります。ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちを持って打席に立ってほしいですね。そうですね。インコース決まった。引っ張った。岡本一塁送球アウト。2アウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。初球ストライク。さあ2球目は何か。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。丸が掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。4回終了4対0タイガースがリードしています。これから5回の裏タイガースの攻撃。バッターは2番松永。先ほどの打席はファールフライに倒れています。タイガースリードで迎える5回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターボックスバース。先ほどの打席は内野フライに打ち取られている。ランナー飛び出してランナー挟まれた。二塁送球タッチはアウト。初球ボール。2球目打ちました。大きな打球になった。センターバック、センターバックする。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えたあたりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース5対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいています。ナイスバッティングでした。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。ここでの追加点は願ってもないことでしょう。バッターボックスは4番石峰。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。ファウルです。変化球空振り。2アウトになっています。打席には5番バッター八木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球ストライク。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターは6番新庄。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやしょ、引っ張った。これはどうだ。坂本1塁送球。これで3打数3安打の猛打賞。2アウト2塁1塁。バッターボックスの日戸、今シーズン得点圏での打率は4割8分となっています。いやすごい数字ですね。頼もしい限りですね。ここも期待十分。真ん中打ちました。ファウルになります。外れました。154キロ。打ちました。セカンドが前に来る。
セカンド取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。ここまでのハイライトです。1回の裏、先制のランナーを置いて迎えるは3番バース。甘い球をきっちり弾き返しました。タイガース先制します。続く攻撃、ツーアウト二塁の場面、迎えるは5番八木。甘い球をきっちり弾き返しました。タイガース1点を追加します。さらに続きます。ツーアウトながら二塁三塁のチャンス、7番日戸。ここでタイムリーヒット、タイガース1点を追加します。3回の裏、ツーアウトで2塁にランナーを置いて6番新庄、右中間へのタイムリーヒット、タイガース1点を追加します。そして先ほど5回裏の攻撃、ワンアウトランナーなしから3番バース、2球目しっかりと捉えました。タイガース1点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃、バッターボックス和田。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。インサイド落ちました。ピッチャーライナーです。次はピッチャーの打順ですが、先発の西がバッターボックスです。まあ分かっていると思いますけど、出塁しようという意欲を持って打席に立ってほしいですね。そうですね。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。西、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。まずは変化球から入りました。次が2球目、ノーボール2ストライクです。バッターの真由美、今シーズンの得点圏打率は、打ちました。これはセカンドライナー。打席には2番バッター松永。先ほどの打席はデッドボールでした。2アウトになっています。最初は変化球できました。打ちました。ヒットになった。ホームに送球。今日もマルチヒット。2アウトランナー3塁1塁。これが1球目、初球打ち。ここはフライになっています。セカンドが構えます。若林が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。6回西さん、今日はあまり制球が良くありません。この回あたり追加点のチャンスもありそうですね。そうですね、バッターもよくボールを見てね、とにかく1点でも多く追加点欲しいですよね。そうですよね。1球1打に集中してほしいと思います。外低めのボール、ノーボール2ストライク。打ちました。高い打球センターへ。この打球はフライになっています。これは平凡なセンターフライ。丸抑えてワンアウト。打順は5番八木。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。引っ張った。サードゴロ取った。一塁へ送ります。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。打席には6番バッター新庄。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや、固め打ちですね。当たってますよ。すさまじい集中力を見せて、インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには代打のオマリー。ヒットでランナー二塁一塁。
これが初球。打ちました。痛烈な打球。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。あっという間にツーストライクです。ここはランナー返せません。なおもツーアウト二塁一塁。バッターボックスには代打のアリアス。ツーアウトランナー一塁二塁です。甘いコースでしたが見送っていきます。外れていきます。バッター弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。ゲレーロが掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15沢村がマウンドに上がります。先発の西が打席に入ります。まあ完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。引っ張った取った一塁へ。アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って真由美。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけど運がなかったですね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。ワンアウトランナーなし。引っ張ったサード取ったアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。2番バッター松永、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。見送ります。ボール先行です。打ちました。いい当たりだ。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐんだ。ライト見送った。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。ストライクを取りに来たところしっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース6-0になりました。いや2ボールでしたからね。1-2-3で思いっきり打ちに行きましたね。はい。バッターは3番バース。タイガースホームランで得点を挙げています。いや西さん素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続く。打った。これもいったか。右中間に強い打球。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース7-0。いや早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい。バッターボックスには4番石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。ジャストミート。これは大きい。伸びていく。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー2塁。まず際どいコースをついてきました。外低めに変化球が決まります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。痛烈。これはどうだ。センターへ抜ける。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。8-0。タイガースなおもチャンスです。打順は6番新庄。今日はここまで4安打を記録しています。いやここまではできすぎですね。すさまじい集中力を見せています。タイガースこの回7人。打ちました。レフトに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。9-0。タイガースなおもチャンスです。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。初球変化球にタイミングが合いませんでした。2球目打ちました。ここはフライになっています。沢村が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。
8回は今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。この1勝、まあただの1勝じゃないですよ。まあ相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの10回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか。まあそうですよね。そろそろ負けるんじゃないかなんていうことを考え出しますね。なるほどね。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発のメルセデス。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。真由美、打席に入ります。昨日のゲームでは無安打に終わっています。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ストライク。ノーボール、ツーストライクです。インサイド落ちました。高く上がりました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは松永。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはメルセデス。ここまで6勝をマークしています。変化球、空振り。
2アウトになりました。バッターは注目のルーキーバース。昨日のゲームでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利打ちました。痛烈な打球伸びていく、どうだ、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース、これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。タイガース1点を先制しました。1対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや本当にうまく反応しましたよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。バッターはオマリー。2試合当たりが出ていません。タイガース見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えた。打った、ライトに大きな打球、ライト下がっていく下がっていく、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスの新庄、今シーズン得点圏での打率は6割3分9厘となっています。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ、この打球はフライになっています。ゲレーロが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース先手を取るソロホームランが出ました。1回を2回の裏になります。タイガースの攻撃、打順は6番江越。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。インコース打ちました、いい当たり切れました、ファウルボール。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。レフト見送った、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース2対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を2点と開いています。ご覧いただいています、弾丸ライナーで入っていきました。見事ですよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。バッターは注目のルーキー木戸。タイガースホームランで追加点を挙げています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のジャイアンツは2位と首位を追いかけています。さあ初球は何か。初球空振りです。2球目は何で来るか。引っ張った、ショート取った、ノーアウトランナー1塁です。バッターは和田。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。いきなり牽制、1塁はセーフ。切れました、ファールボールです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッター2球目打ちました、ヒットになった。これで3連打、ノーアウトランナー二塁一塁。さあ打席には先発の桑田入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球は何で来るか。まずは見送ります、ワンボール。次が3球目。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ、早めに追い込めたんで、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。打ちました、このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライでワンアウト。打順は1番に帰ります、バッター真由美。タイガースこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおもリードを広げるチャンス。打った、レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました、タイガース。レフトオーバーのタイムリーヒット、4対0。タイガースなおもチャンスです。
待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。ここはどんどん攻めたいですね。バッターの松永、今シーズンの得点圏打率は6割6分6厘となっています。打ちました、いい打球だ。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース6対0になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。早くも突き放しにかかりました。打順は3番バース。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。低め、落ちるボール決まりました。3球目は何で来るか。アウトコースへのカーブはボールです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました。田中、2アウトになりました。4番バッターオマリー。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。これが2球目。2球目打ちました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには5番新庄。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。体に近いところ、スライダー決まりました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。インサイド落ちました。これはショートの横抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。引っ張った。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。レフト線フェアです。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。見事なタイムリーヒット。8対0タイガース。ちょっと一方的。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。さあマウンドを任されたのは沢村。今シーズン14試合目の登板です。2試合連続の登板となります。さあ小宮山さん、初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。9対0タイガース。ちょっと一方的になってきました。打席には8番バッター和田。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ここは打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。10対0タイガース。なおもチャンスです。さあバッターボックスには先発の桑田入っています。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。11対0タイガース大量リードとなっています。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。丸が抑えて3アウトチェンジです。
しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。3回の裏タイガースの攻撃、2番バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、タイガース攻撃が噛み合い大量リードで序盤3回の攻撃に入りました。打ち上げました。ここは打ち上げています。落下点に入ります。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。打席には3番バッターバース、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。さて今日のジャイアンツの先発は序盤大量失点で交代したメルセデス。しっかり捉えた。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは4番オマリー。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。この打球はライト下がっていく、下がっていく、わずかに右に切れました。ファールボール。これが3球目。打ちました。これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。坂本一塁送球、アウト、2アウト。バッターボックスには6番江越、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。3回終了12対0。タイガースのリード広がっています。打順は7番木戸。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。真ん真ん中、左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球ストライク。バッターボックスの和田、今シーズン得点圏での打率は5割。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる、センターライナー掴んで、まずワンアウトです。さあ打席には先発の桑田入ります。まあ、ここは白星もかかってますし、当然行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。さあ2球目は何か。打ちました。取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れて打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バッターボックスは2番松永。まず何を投げてくるか。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回タイガース1点を追加しています。4回終わって13対0。タイガースのリード広がっています。5回の裏タイガースの攻撃、バッターボックス松永。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。低め外れました。膝元をつきましたが外れました。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうか、センター見送った。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。
三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。14対0。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧に。バッターボックスには3番バース。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ここはフライになっています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターボックスオマリー、今日はここまで猛打賞を記録しています。ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。15対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね。5番バッター新庄、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。これは大きい、伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、これはどうだ。セカンド取った、一塁へ送ります。アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには7番木戸、今日はここまで猛打賞を記録しています。いやー、当たってますよね。絶好。打った、高く上がった。レフト下がっていく、下がっていく。レフトオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。打順は8番和田。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球は何から入ってくるか。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。引っ張った、取った、一塁へ。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の高木。さあ、バッターボックスには先発の桑田入っています。今日の内容ならここは変えられないでしょうね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。真ん中打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。タイガース、タイガース、ちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。バッターの真由美、今シーズンの得点圏打率は5割。引っ張った、これはどうか。ショート取った、一塁送球。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。ファウルになります。痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。さあ、3球目は何か。打ちました、いい当たりだ。下がっていく、下がっていく、ぐんぐんだ、フェンスを越えた。スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追加点が入りました、タイガース。ここ一番の集中力が光ります。3番バッターバース、タイガースホームランで得点を挙げています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。これはスタンドへ入りそうです。これは一塁側のスタンドに入ります。一二塁間、田中掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかし、この回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、ランナーのいないこの場面、3番バッターバース、その初球でした。タイガース一振りで先制。
2回の裏、この回の先頭バッター江越、2球目を捉えました。タイガース1点を追加します。続く攻撃、ワンアウト一塁二塁で1番真由美、その初球をしっかり弾き返します。タイガース2点を追加します。さらに続きます。ワンアウトで2塁にランナーを置いて2番バッター松永、初球から狙っていました。タイガース2点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号21、岩隈が4番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。初球打ち、浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは5番新庄、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。ちょっと合わないようです。ノーボール2ストライク。低めボール、アウトコースのチェンジアップ、変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。6番バッター江越、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナー一塁です。真ん中打ちました。これはどうだ。ボールを拾って、これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。7番バッター日戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしい。インサイド落ちました。ホームに送球する。これで5打席連続のヒット。ワンアウト満塁です。バッターボックスは8番和田。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。はい、やはり足が速いと有利ですよね。そうですよね。ヒットで満塁としています。打ちました。坂本二塁、そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー、ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。先発の桑田、バッターボックスに入ります。まあやはり好投してるんで、もう少し引っ張りますよね。そうですね。初球ボール、胸元へ決めてきました。ストライクです。打ちました。一塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。打順は1番に帰ります。バッター真由美。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。やはり足が速いと有利ですよね。本当にそうですね。2球目打ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。打順は2番松永、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。今日はバッティング絶好調。3打席連続のホームランとなるでしょうか。いや、小宮山さん、本当に怖いバッターですよね。打った。大きな打球になった。ライトバック、バック、バックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃。バッターボックスは3番バース。打った。
右中間に大きな打球、ライトセンター下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。らしいホームランを見せてくれました。バッターは4番オマリー。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ストレートに詰まってファウルグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターボックス新庄、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ワンアウトになっています。打ち上げた、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。2球目打っていきましたがツーアウトとなっています。バッターボックスは6番江越。さっきはしぶとい内野安打でしたよね、はい、やはり足が速いと有利ですよね。そうですよね。三遊間、坂本掴んでアウト、これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号17大竹が5番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのは大竹、今シーズン13試合目の登板です。初球空振りです。いい当たり、伸びていく、打球を追っているがこれはどうだ、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで6打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。さあ打席には先発の桑田入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。あっと高めいっぱい、ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。6球目は何で来るか、打ちました、ここは打ち上げています。ライトが取りました。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスには2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。アウトコース、これは見送ってボールです。引っ張った、ファーストを取った、一塁送球、アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。バッターボックスバース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ツーアウトランナー三塁です。バッターボックスには代打のアリアス。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。
いや小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース大量点。